幸運モーグル。皆さんおはようございます。特集快速です。ここはドイツバーデンビューテンベルク州州都シュッテガルトの中央駅9番10番線です。今回はここドイツで2駅で終点の特急列車を発見したということで乗りに行きたいと思います。この列車は今画像に出ている車両でシュッテガルト中央駅始発 IC1964 号カールスルエ中央行きという列車です。この列車は基本平日の運転となっているんですけれども、8月に入ってから9月の半ばまでは運転がされないようです。この列車6時2分にシュッテガルトの中央駅を出発すると、途中ブルッフザールという駅に止まり、終着のカールスルーエ中央駅には6時48分に着くということになっております。今回はそんな列車に乗ってみたいと思います。なお途中の乗車ルートはだいたいこんな感じなんですけれども、以前動画に上げた TGV の乗車ルートとね、全く同じでございます。それではよろしくお願いいたします。今回乗車する IC の行き先表示となっております。 IC1964 号シュッテガルト中央始発カールスルエ中央行きと書かれていますね。それではこちらの乗車口より乗車をしていきます。まあこういうね、列車に乗るときいつもそうなんですけど、乗車するとき足元に注意です。車内はこんな感じで集団見合い式の座席となっております。ガラガラですね。2駅で終点の IC1964 号カールスルエ中央行きは時間通りにシュッテガルト中央の駅を発車しました。次の停車駅はブルッフザールです。一気にスピードを上げてきました。この先ずっとアイヒンゲンアンデアインツまでが通常の IC、 今回のような IC やさらにインターレギオナルエクスプレスという特別快速相当の電車も走ってきます。
通過する駅、大姫アンデアエンツ駅です。シュテワルトの近郊にもね、ここも近郊なんですけど、別のファイヒンゲン駅がありまして、こちらの方はファイヒンゲンアンデアエンツというふうに名前が分けられています。引き続き列車は高速新線を走行。ここから先は本当に IC といった足の速い列車だけが走るということになっています。ただ IC クラスの、ね、列車はシュツガルト中央からこの高速新線のもう一方の終点となるマンハイム中央まで全区間走り抜く、まあ、そういう列車に関しては現在設定がないようであります。この列車もこの先のね、短絡線を抜けてウルフザーへ向かうことになっております。減速体制に入っているようです。この先のトンネルの中でですね、この列車は高速新線からブルフザル方面の短絡線へ向かうことになります。線に入りました。今回のですね、このブルフザル方面の短絡線は単線なんですね。で、高速新線のね、線路をまたがなければならないということで、減速してってなると雪の線路をね、またがなければならないっていうのもちょっと辛いところなんですよね。ハイデルベルク方面へ向かう短絡線もあるにはあるんですが、あちらは伏線となっているほか、交差支障もありません。車窓下の方にはハイデルベルク方面からやってくる在来線の線路が見えてきました。まもなく列車は、この列車唯一の停車駅、ブルフザルに到着いたします。Guten Morgen, wir begrüßen die zugestiegenen Fahrgäste im Intercity auf der Fahrt nach Karlsruhe und wünschen eine angenehme Reise. Unseren nächsten Halt Karlsruhe erreichen wir gegen 6:48 Uhr. Bitte beachten Sie noch die Verpflichtung zum Tragen medizinischer Masken in unseren Zügen.Nutzen Sie auch die Kontaktdose Ticketkontrolle und vorschicken Informationen für Sie auf Bahn.de. ブルフザール出発後の車掌さんの放送をお聞きいただきました。この列車の乗車ありがとうございますということとか、次の停車駅、そして停車駅の到着時刻、そしてこの列車には乗車の際マスクの着用が義務付けられていることなどが放送されておりました。
このブルフザールからはですね、まあ在来線の線路を通過していくと、通っていくということになりまして、このようにいろんな駅を通過していきます。ただいま駅を通過いたしましたけれども、この駅はですね、こういった駅なんですけれど、リクエストストップっていう形でね、今すれ違った車両の方に設置されている、車内に設置されているブザーを押さないと電車が止まってくれない、通過してしまうってことがね、実際起こり得るんですよ。ドイツ語でちゃんとね、リクエストストップだよっていうことは言ってくれるので、まだなんとかなりますが、このドイツ語のね、リクエストストップっていう駅のことをね、ベダーハルテしてるっていうんですね。車内の放送は基本ドイツ語オンリーですから、言葉がわからないと大変かもしれませんね。次の停車駅はカールスルエ中央駅です。カールスルエドゥアランハっていう駅があるんですけれども、そちらの駅はですね、この列車止まらないんですね。結構ね、カールスルエドゥアランハ駅止まる列車も多いんですけど、この列車は止まらずに走り切るということで、それもあってね、この列車は2駅で終点列車となっているんですよね。フォルツハイム方面からの線路が合流してきました。まもなく列車はスピードをだいぶ落としておりますけれども、カールスルエドゥアランハ駅を通過するはずです。本当に止まりそうな感じで、列車はカールスルエドゥアランハに、まあ、差し掛かるわけですが、まあ、本当にですね、止まってしまいました。まあ、前方の信号が赤だったということで、まあ、それじゃ仕方ないですよね。ただデッキではですね、あれ、もう列車はカールスルエ中央駅に着いたんかと、あれどうなっとんだと、まあ、そういうふうに気にする素振りをする人はいましたけれども、この前方のね、信号の赤信号だった兼ね合いで、放送も途中で中断してしまいました。列車の終点カールスルエ中央駅に到着したんですけれども、普通列車用のホームに入ってしまったのでね、このホームとの段差がすごい。さて、改めまして、列車はおおむね定刻通りにカールスルエ中央駅に到着しました。普通列車用のホームに到着したということで、段差に気をつけて降りないといけませんでしたね。まあそれはいいんですけれども、乗ってきたこちらの2駅終点の IC1964 号は
この後どうやら車庫に入るようです。ドイツで発見、2駅で終点の客車特急 IC1964 号に乗ってきた動画はいかがだったでしょうか。原則平日朝6時2分に1本しか出ない列車ということで、ちょっと乗りづらい列車かもしれませんね。またこの列車、例年8月に入ると9月の半ばまで運休してしまうということで、その辺もちょっと乗りにくいところがあると思います。しかし2駅で終点の優等列車っていうのはドイツではかなり珍しい部類のようです。ドイツにいらした時はですね、興味があればぜひ列車の運転日を確認の上乗車体験されてみてはいかがでしょうか。今回の動画はここまでとなります。もしこの動画を気に入っていただけましたらば、高評価とチャンネルの登録よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。